SCP-8-JP-J のロゴマーク。アイテム番号。SCP-8-JP-J。オブジェクトクラス。ノン。特別収容プロトコル。SCP-8-JP-J の収容は計画されていません。SCP-8-JP-J よりコンタクトがあった場合は有効的に応じてください。SCP-8-JP-J との良好な関係を維持するため、定期的にプロレスによる交流が行われます。SCP-8-JP-J との交流を計画する場合は、レベル3以上のセキュリティクリアランスを持つ職員の承認を得てください。この交流は情報漏洩防止のため地球で行うことができないことに留意してください。情報の漏洩が確認された際は、カバーストーリー、陰謀論、都市伝説、オルフした上で、情報の改ざんを行ってください。説明、SCP-8-JP-J は、宇宙中央プロレス、スペースセントラルプロフェッショナルレストリング、通称 SCP を名乗るプロレス団体です。SCP-8-JP-J は火星を拠点にしており、在籍するプロレスラーは外宇宙出身者で構成されています。SCP-8-JP-J は銀河系に存在する知的文明を中心に人気を博しており、SCP-8-JP-J を収容する行為は、これら知的文明との敵対につながる可能性があるため推奨されません。SCP-8-JP-J とは、財団の宇宙調査団により発見された外宇宙知的生命体の紹介によって開校しました。当時、この外宇宙知的生命体は遭難中かつ衰弱状態であり、財団が救助を行ったのをきっかけに交流が始まりました。ほい、SCP-8-JP-J は財団に対して非常に友好的です。SCP-8-JP-J より、宇宙プロレスチャンピオンシップ、スペースチャムピオンシピンプロフェッショナルレストリング、通称サイップの場で我々と親善試合を行わないか、と提案がありました。当初財団本部は、危険な行為として SCP-8-JP-J の申し出を断る判断を下ろしましたが、財団エージェントの中でも肉体派として知られるエージェント松岡の強い希望により、親善試合の開催が特別に実現しました。この親善試合の様子は、ビッグバン放送、BTV、にて実況放送が行われ、銀河系の知的文明から大きな反響を生みました。以下の文書は、SCP-8-JP-J の広報部が、当時の実況放送を地球人向けに翻訳したものです。第78回宇宙プロレスチャンピオンシップ、太陽系第3惑星 VS 太陽系第4惑星。再生。いよいよ本日のスペシャルマッチ。太陽系第3惑星 VS 太陽系第4惑星。炎の無制限一本勝負。今まで、謎に包まれ続けてきた太陽系第3惑星の住人たちは、我々にどのようなファイトを見せてくれるのか？ここ、太陽系第4惑星にあります、クゾノス・ルクナスタジアム、は異様な熱気に包まれております。実況は私クスポプが、解説はゴナギ・ミオーグルさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、早速選手入場です。まずは青コーナーより、太陽系第3惑星より、松岡、ただ飛行。エージェント松岡が入場する。もちろん私は彼のサイトを見たことがありません。しかし、伝わってきます。ただものではない気配、人望ではない線と威力。そして今、軽やかにリングインだ。うわぁ、すごい筋肉。さて、対しますは赤コーナー。宇宙中央プロレス所属、グレイト、ミッキー。16本足で、傘状の頭部を持つ、クラゲに似た外宇宙生命体が入場する。凄まじい歓声です。アンドロメガグランプリでは前チャンピオンがすごいお得意のグラウンドで5分11秒ソウル勝ち。今一番旬な16本足。グレイト・ミッキー、今ゆっくりとリングイン。ミッキーが入場した瞬間、コーナーリングから打ち上げ花火が上がる。これはド派手なパフォーマンスだ。さて、両者リングインしましたので、ここでルールの確認です。無制限一本勝負、妖怪液、体力、サイコキネシスは禁止です。それ以外であれば基本何をしても構いません。レフェリーは宇宙中央プロレス所属、スズスクスクツムボススが行います。勝者には大会スポンサーである本家アヌリス水産社4より、賞金100万のルール後、副賞としてナイアグルグシさんのランズグリーニーら100食分が送られます。
さあ、リング上で睨み合う両者、間もなくゴングです。ゴングが鳴る？始まりました。まずはお互い挨拶代わりの打撃も応酬です。オーググさん、今回の試合はどういう展開になるか予想が難しいと思いますが、どのように予想されますか？そうですね。ニッキー選手はいつも通り、得意の格闘からグラウンドの流れを作りたいですね。松岡選手は完全に未知数です。あの体格を生かした戦い。ニッキー突っ込んだー。打撃に見せかけたフェイントから強烈なタックルです。こうなってしまうとニッキー選手有利ですよ。16本足を使ったグラウンドは脱出困難です。足を絡めて関節を決めに行きます。が、これはどういうことでしょうか。技がうまく決まりません。松岡選手のパワーがすごいんですかね。抑えきれていないように見えますね。松岡振りほどいた。そこから片手投げー。ニッキー受け身が取れない。すごいパワーですね。絡みつくニッキー選手を力で剥がして、そこからあの乱暴な投げですから、凄まじい筋力です。動けないニッキーを強引に起こしてロープに投げた。松岡ここで強烈ー。ロープから戻ってきたところに凄まじいドロップキック。ニッキー動けません。あの高さまで飛べる選手は見たことがありませんね。完全にニッキー選手の頭部を捉えました。あーっと、松岡コーナーに戻ります。これは大丈夫か。一気に勝負を決めるつもりですね。解剖にアピールです。そして、ナーイルオヤ、これは飛びすぎですね。太陽系第3惑星と太陽系第4惑星では重力が全然違いますから、思わず飛びすぎたようですね。完全に自爆してしまった松岡。ここへ起き上がったニッキーが再びグラウンドへ持ち込みます。そして、出ました、ニッキーの必殺技、ブラックボールツイスト。松岡選手のアイタリティは計り知れませんから、まだ油断できませんよ。16本のシュラルツヒルト半径が松岡を包みます。あーっと、松岡なんというパワーか。そのまま立ち上がりました。そして、ポストにニッキーごと激突。ニッキー選手思わず離してしまいましたね。まあグラウンドで松岡選手をとどめ、仕留めるとは難しそうですし、まずはスタンドで消耗させた方がいいと思いますね。しかしスタンドになると松岡の体格が生かされます。激しい猛攻が、おっとニッキーからして、腕を取った。さらにテントから、アンドロメダドライバー。ほら、松岡の腕、危なかったですね。あのフェイントはソドス柔術の使い手がよく使うものですね。松岡選手がソドス柔術の使い手だったら、フェイントによって腕を完全に持っていかれ、アンドロメダドライバーで折れていたかもしれませんね。九死に一生を得た松岡。しかしアンドロメダドライバーが効いているようです。松岡動けません。ニッキー足を掴んだ。これは、なんとジャイアントスイングだ。ニッキー選手がこういう技を使うのは珍しいですね。ぶん投げたー。松岡受け身が取れない。これは効いたか。すかさずニッキーに目に行った。ここでフォールを狙わないも、ニッキー選手にしては珍しいですね。ブラックホールツイストを振りほどかれてしまいましたから、自分のペースを見失ってしまっているかもしれません。ですがこのテンタクルストークも良いですね。これは決まってるように見えますね。これは完全に決まっています。レフェリー、松岡の腕を持ち1回目の確認。腕が垂れ下がります。これは起きてしまっているか。2回目です。これで腕が上がらなければニッキーの勝利です。あーっと、松岡拳を握りしめレフェリーにアピールします。そのまま立ち上がった。そのまま引き上がし、リフトアップ。これは危険ですよ。ニッキー選手、脱出を試みていますが、これは掴まれていますね。松岡叩きつけたー。ニッキーも体がリング上でバウンドしたー。松岡、ソウルに行きます。おーっと、ニッキー、まだ終わっていません。不用意に近づいてきた松岡に絡みつきます。あの攻撃を食らって、まだ戦えるとは、素晴らしい精神力です。ですが松岡選手は簡単に引き剥がしてくるでしょう。ニッキーも簡単に離しました。投げを警戒したか？お互い距離を取って、松岡突っ込んだー。ニッキー出たー。16本キックだー。突っ込んでくる松岡を迎撃。素晴らしいフロントハイキックです。ですが松岡退きません。即座に起き上がります。そして強烈な打撃。ニッキーも返します。強烈な打撃も応酬だ。お互いかなりのダメージを負っているはずですが、ここまで動けるのはすごいですよ。お互いもうガードで殴る前、ニッキー少し手が方が。ニッキー選手の方が高くはありますが、やはり一発も重い松岡選手のが有利かもしれませんね。あーっと、松岡ニッキーも裏に回り込んだ。そのまま、これはコブラツイストですね。ですが、ニッキー選手にはあまり意味がないと思いますが。松岡、レフェリーにアピールしますが、そこはクラゲッシュ。体も柔らかいニッキーは涼しい顔をしています。松岡、ニッキーを離しました。
気づいたみたいですね。しかし再び打撃に行く、ニッキーも返しますが、どんどん後退しています。ニッキー選手打撃を嫌がっていますね。どこかでカウンターを入れないとこのまま押し切られますよ。ズルズルとコーナーまで追いやられていきます。あーっと松岡の強烈な打撃がニッキーの眉間に炸裂。さらにニッキーも頭部を掴んで、コーナーに打ち捨てます。あーこれはもうやばいですよ。ニッキー選手反撃ができていませんね。2回、3回、4回、5回、6回、執拗にニッキーをコーナーに打ち捨てます。おーっとニッキーをリング中央へ引っ張ってニッキーも頭を股で挟みます。決めに来ましたね。松岡、改造にアピールしています。持ち上げた、これは、パワーボーム。あの身長からのパワーボムは危険ですよ。叩きつけた、そのままゴールへ、ニッキー動きません。カウント、ワン、ツー、スリー。結果空。今のはもう起き上がれませんね。完全に頭からいってます。勝ったのはライ3惑星、松岡忠彦、8分41秒、パワーボムホールドにて決着。ニッキー、担架で運ばれていきます。いやあ、オーグルさん、かなり迫力あるわが、打撃も応酬でしたね。そうですね、ニッキー選手は自慢のグラウンドがほとんど通用しない上に、格闘でも力負けをしてしまいましたから、かなり厳しかったと思いますね。要素において上回ったよう見えましたね。松岡選手は今後も見てみたい。実況放送の途中ですが、ここで臨時ニュースです。銀河連邦の都市クスクスムで起きた反重力現象に進展が。終了、エージェント松岡の勝利によって、財団に100万オグールとミイラ100食分が送られました。送られた100万オグールとミイラ100食分は、サイト8181内の低異常性用冷凍収容室へ収容されます。